どうもウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画イグサカ始めていきたいと思います。はい、今回はトト予想やっていきたいと思います。今週末に行われる J1 と J2 が対象となっております。はい、こんな感じですね。先週は動画上げられなくて申し訳なかったんですが、相変わらず激ムズです。まあ開幕直後なんでね、なかなかこうまだ見えてきてない部分もあったりしますが、かなり混戦になってるので、予想難しいんですがやっていきましょう。まず一番上、札幌対横浜 F マリノス。札幌が現在12位、横浜 F マリノスが1位となっております。ちょっとね、試合数に今 J1 の方ばらつきがありまして、ACL の関係であったりとか、まあこういうご時世とかもあったりしてかなりばらつきがあるんですが、札幌はここ3試合引き分け引き分け引き分け、そして横浜 F マリノスは、負け勝ち勝ちという風に来ております。札幌がまだ勝利を挙げられてない引き分けばかりというような状況なんですが、何クラブかね、そういうクラブがあったりとかして本当に混戦模様なんですが、ここはホームというところでね、今シーズン初勝利を何としてもというとこなんですが、ちょっとここは、はい、横浜 F マリノス勝利を予想しておきましょう。まあ、もちろん怪我人であったりとかですね、もう結構いたりするんですが、横浜 F マリノスの方、まあ、誰が出てもこう、いいサッカーできるなというふうに、戦術を落とし込めてるんじゃないかなというふうに見られますし、まあ、強いですね。今、周囲に立ってるっていうのもありますけど、もしかしたらこのままぶっちぎる可能性もあるぐらいいいサッカーしてるので、ここは横浜 F マリノス勝利予想しておきましょう。続いて、清水対セレッソ大阪。清水が9位、セレッソ大阪17位となっております。ここ3試合は清水が引き分け、勝ち負け、セレッソの方は引き分け引き分け負けという風になっております。ちょっとセレッソがなかなか、リズムつかめてないなというところで、ホームの清水戦というところでここもなかなか難しいんですが、まあ、まだねこう序盤で、しかも混戦模様ということで一つのきっかけで一気に浮上できたりというのは、あると思うんですけど、ここも難しいですね。はい、清水勝利予想しておきましょうか。ここも非常に難しいです。ダブルとか使うポイントかもしれませんね。続いて FC 東京対広島。 FC 東京が15位、広島が11位となっておりまして、 FC 東京はまだ、2試合しか消化できておりません。負け勝ち、そして広島の方は引き分け引き分け引き分けと、広島もずっと引き分けが続いているというような状況です。まあ、FC 東京はね、いろんなこういうご時世とかいろんな状況もあってまだ2試合しか消化してなくて、この広島戦がホームの開幕戦ということになりますかね。なんでまあ勝利して開幕をこう迎え、ホームでのね開幕を迎えられるというところで、まあちょっと現在15位とはいえね、まだ試合消化数が少ない状況ですから、 FC 東京今シーズン、もうちょっと上、行ってくれるんじゃないかという期待も込めまして、広島じゃねえわ、FC 東京の勝利予想しておきました。まあ、広島もね、ほんと1個勝てばというところなんで、ここはここもですね、非常に難しいです。続いて湘南対京都。湘南が18位、京都が10位。ここ3試合は湘南が負け引き分け負け、京都の方は勝ち引き分け負けという風になっております。まあここも難しいですね。湘南がちょっと、まだ勝ててないというとこなんですが、まあ京都の方はですね、前節敗れてしまってですね、まあ、ゴールキーパーの退場なんかもあったりして、ちょっとね、好セーブが続いてた中で、その退場で、まあ、今節は出られないわけですから、その辺がどう響いてくるかっていうとこもあるんですけど、ここ難しいですね。まあ、引き分けの予想しておきましょう。続いて、柏対福岡。柏が現在3位、福岡が14位となっておりまして、ここ3試合は、柏が勝ち勝ち負け、福岡は引き分け引き分け引き分けと、福岡も引き分けが続いているというような状況です。柏がいいですね。前節敗れたとはいえ、開幕からこう連勝してですね、最初は首位に立つなど、まあちょっと、期待以上の活躍かなというようなとこであります。まあ、ここでね、開幕勢いに乗っていくと、こっからの展開、面白くなってくるというところもあるんですけど、ここも難しいですね、本当に。ただちょっと、勢い持っていってもらいましょう。柏の勝利予想しておきましょうかね。続きまして、岩田対ガンバ大阪。岩田が5位、ガンバ大阪8位となっておりまして、岩田の方は引き分け、負け、勝ち。ガンバ大阪が、負け、勝ち、引き分けとなっております。ガンバの方はですね、まあ、怪我人の方もちょっと気になるかなというところで、宇佐美選手も、怪我をしてしまったというところがちょっと、と気になりますね。やっぱりこう絶対的エースと言いますかね、中心的選手なので、まあその怪我の影響がどうかというところで、
アウェイでの岩田戦、ここも非常に難しいですけど、そうですね、ただねガンバもいいサッカーしてるんで、こうしましょうか。すごい悩みましたが、ここは、ガンバの勝利予想しておきましょうか。まあ、前節の試合見てもね、まあ、引き分けにはなってしまいましたけど、ただね、内容的には素晴らしいものがあったと思いますんで、まあ、怪我人もちょっと気になりますが、ガンバの勝利予想しておきましょう。続いて、川崎対名古屋。川崎が2位、名古屋が6位となっておりまして、川崎ここ3試合は、勝ち勝ち引き分け。名古屋の方は、勝ち引き分け。まだ試合消化数が少ないんですが、こういう状態になっております。まあ、川崎ね、昨シーズンのチャンピオン、圧倒的な強さで優勝したんですが、まあ、そこからこう選手の入れ替わりなんかももちろんあったりする中で、まあ、現在ねこう2位にしっかりつけてるというところで、まあ、名古屋もね、本当に優勝を目指してというようなクラブなので、ここも難しいですね。いやー、ちょっとここは本当にダブルとかトリプル使ってもいいようなところだと思うんですが、ちょっと川崎勝利予想しておきましょうか。どっちに転んでも本当に分かりません。続いて、トス対浦和。トスが13位、浦和が7位となっておりまして、トスが、引き分け、引き分け、引き分け、浦和は負け、負け、勝ちとなっております。トスも引き分けが続いているというような状況でございます。そして浦和は前節、今シーズン初勝利を挙げたというところですね。まあ、浦和はね、スーパーカップとか見ても今シーズン期待できるんじゃないかというようなところではあったんですが、なかなか勝ち星挙げられず、ようやく前節勝利を挙げたんで、こっから勢いに乗ってっていうところですね。ちょっと、その期待しましょうか。やっぱり勝利っていうのが一番ね、こう、プラスの効果を生んだりしますから、やっぱり勝ったことで、落ち着いてね、自分たちのサッカーできるんじゃないかなと。まあメンバーもね、充実してますんで、ここは浦和の勝利予想しておきましょうか。さあ、ここから J2 でございます。金沢対千葉。金沢が18位、千葉が10位。ここ3試合、金沢引き分け、引き分け、負け。千葉の方は負け、勝ち、引き分けとなっております。金沢がまだ勝利を挙げられてないというところで、ホームに千葉というところで、どうですかね。ちょっとここは思い切って引き分け予想しておきましょうかね。続いて山口対琉球。山口が6位、琉球が21位、山口の方が引き分け、勝ち、引き分け、そして琉球が、引き分け、負け、負けという風になっております。まあ、レノファ山口ね、調子がいいんじゃないかなというところでホームですし、まあ、まだ調子がちょっと上がってきてない琉球戦ということもありますし、ホーム勝ちが少ないというのもありますんで、ここは山口の勝利予想しておきましょう。続きまして、秋田対新潟。秋田が15位、新潟が13位。秋田の方は負け、負け、勝ち、そして新潟は引き分け、引き分け、引き分けとなっております。ちょっとね、秋田、ここで旋風をちょっと巻き起こしてほしいというような気もなんとなくしますんで、連勝あるんじゃないかなということで、秋田の勝利を予想しておきましょう。続きまして、徳島対熊本。徳島が14位、熊本が12位。徳島の方が引き分け、引き分け、引き分け。まあ、J2 も引き分けばっかりのねクラブ多いんですけど、熊本が引き分け、負け、勝ちとなっております。まあ、J2 もね、もちろんこう、まあ、毎年そうなんですけど、非常に混戦模様なので、予想難しいんですが、徳島ね、なんかやってくれるような気はするんですよね。まあ、岡山との試合とかも見ましたけど、良かったと思うからな。ここちょっと、あ、すいません。よいしょよいしょ。はい、徳島の勝利予想しておきましょう。続いて、長崎対大分、最後ですね。長崎が22、大分が17位と、いうふうにちょっと下位に沈んでる両チームですね。長崎の方が、引き分け、負け、負け。大分の方は引き分け、負け、引き分けというふうになっております。まあ、九州対決なんですが、どちらもね、こう、浮上のきっかけをつかみたいというところで、ここはちょっと、どうですかね。はい。引き分けの予想にしてみました。まあ、大分かなともちょっと思うんですが、引き分けにしてみました。うわ、ガンバがめっちゃずれてるじゃないですか。よいしょ。はい。ではここからね、ダブルとかをちょっと付け加えていきたいと思います。いや、難しい、本当に難しい。どうしようかな、本当に悩みどころではあるんですが、どこでどう使うかだな。やっぱりこう引き分けをね、入れていくのがベターかなとは思うんですけど、1、2、3、4、これも本当に悩む。ちょっとね、
両方の勝ちとかを入れてこうかなとも思ったんですが、こんな感じにしました。ダブルを4つ使っております。上から振り返っていきましょう。札幌対横浜 F マリノスは横浜 F マリノス、清水対セレッソ大阪は清水、 FC 東京対広島ダブルを使いました。 FC 東京と引き分け、湘南対京都は引き分け、柏対福岡は柏、岩田対ガンバ大阪ダブルを使いました。引き分けとガンバ大阪、川崎対名古屋ここもダブルを使いました。川崎と、引き分け、そして鳥栖対浦和浦和、金沢対千葉は引き分け、山口対琉球は山口、秋田対新潟は秋田、徳島対熊本は徳島、そして長崎と大分ここダブル使いました。引き分けと大分勝利という予想にしてみましたがどうでしょうか。予想動画上げているもののですね、惨敗続きでありますがその分高額配当にもなっておりますんで、皆さんもぜひね、本当にインスピレーションで買う方が当たるということもありますし高額配当も期待できますんでね、予想難しいという方はビッグとかね、メガビッグとか買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。そっちの方が当たる可能性あったりするかもしれません。まあミニトトなんかもありますんでね、気軽にトトを買ってみんなで盛り上げていけたらなというふうに思っております。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。